はい、こんばんは。今日のアイテムショップ、こんな感じかな。新しいスキンとかがあるわけじゃないみたいだな、今回は。今日はかな。んで、まあいつも通りデイリーのクエストをクリアして、ウィークリーもサブマシンガンでダメージ与えるのがちょこっとだけ残ってるから、これクリアしたらランクマッチをやってランク報酬を獲得していこうかなとかいういつものやつかな。はい、まあまずはバトルロイヤルのランクオフでソロでデイリーのクエストをクリアします。ジャイローン、今日はなんかやったらなんか寒くなったな。割とあったかくなったり寒くなったりしながら、寒くなって冬に近づいてってる感じかな。ちょっと出遅れたけど、ホーンテッドフィールズで宝箱か弾薬箱開けるか。寒くなったら寒くなったらで手の方が冷えてしまって、動作がまた微妙な感じになっちゃうのがなかなか難しいところだな。ちょうどいいぐらいの気温だったらいいんだけど、まあ寒くなったらエアコンつければそれで済む話っちゃ済む話なんだけどね。オンデッドフィールズ、あんまり降りてるプレイヤー見かけないところだけど、まあなんか降りてたな、ボットかな。そういえば前にホーンテッドフィールズ降りた時に、割と弾薬、いや宝箱か、宝箱とか結構あるんだけど、降りてるプレイヤーが全然いないから、ここ降りたら強いんじゃないのかって思った場所だったな、ここは。
名前付きエリアなんだけど、あんま不人気だよな。人が全然降りてこない。どうなんだろう、ランクマッチとかだと違うのかな。でもあんまりホーンテッドヒルズに降りてますみたいな話も聞かないような。ホーンテッドヒルズをおすすめって言ってる人もあんまいないような、そういう印象のあるエリアだな。使っちゃうか、ポケットフォートレス。携帯可能な砦で、これぞポケットフォートレス。ほんと要塞だな。建物と融合してる。まあ、建物のところに投げたら宝箱とか開いてアイテムとか簡単に手に入るかなと思ったんだけど、マシンガン、レジェンド。ポータブル裂け目で移動するとかあったな。あるな。ここのマップの端っこには裂け目あるのかな。あるんだったらそれで移動してデイリークリアしておきたいな。あるある、あっち側には。こっち側にもあるな。じゃあ裂け目を、まあ裂け目持ってるっちゃ持ってるけど、まあ近くにあるんだからあるやつ使うか。であとはヘビーアサルトが手に入ればいいな。デイリークーリア、ヘビーアサルト手に入れて、で、サブマシンガンでもダメージを与えて、デイリーもウィークリーの残りもクリアしておくか。ああ、ちょっと手が冷えていることを言い訳にして負けそうな気がする。
体力回復。ランチは、まあ、そんな遠いわけじゃないか。ヘビーアサルトがあるといいんだけど。ダーバーガーの頭か。なんか顔が描いてある。相変わらずなんかキューブっぽい浮島かな、がルートレイクの上に浮いてるのかな。ルートレイクで合ってるんだっけ名前って。ん、食べれないキャベツか。他にヘビアサルトねえかな。銃声が聞こえたからサブマシンガンを当てに行くか。初動で出会った敵一人だけか。
ットが見つからないな。もう残り11人か。サブマシンガンのダメージぐらいは稼いで、ウィークリーなるべく終わらせるか。やべ、あ、アンチ石ダメージだから助かったな。もしアンチダメージだったら死んでたけど、割とチャプター1って、チャプター1がそうなのか、そうだったのかって感じなんだけど、ダメージがストームが結構進んでもダメージ1なんだよね。やばい、敵がいる。今戦っても勝ち目がね、回復アイテムを手に入れないと。手に入れたいんだけどな、ないな。くそ。なんかないか。え、あ、すげえ。こっちだろ、どう考えても。しまったな、囲ってから使った方が良かったか。ちょうど自販機があって助かったな。これ変わってくのか。よし、
誰かいるか。ついてショットガンは当てたんだけど、マジか、あれだった。あの場合はショットガンじゃなくてサブマシンガンじゃないといけなかったのか。てか、シャープトゥースショットガンと違って、あれぐらいの距離でも、ポンプショットガンだとダメージが入らないのか、大きく。っていう違いがあるのか。シャープトゥースショットガンのつもりでポンプショットガン使ってたけど、距離があるとあんまりダメージ入らないってことなのかな、ポンプショットガンは。サブマシンガンでのダメージのウィークリーの残りのクエストはクリアした。あとデイリー一つクリアすれば、いいかな。ちょっとこれやってみるか。燃料ポンプかプロパンタンクを爆発させる。
し、デイリークリア。だからそこにあるやつもタンクってことかな。爆発させることができる。一発だけじゃ爆発しないのか。というか、ポンプショットガンって、シャープトゥースショットガンと違って、こいつも、長距離のダメージは入らない。ちょっとだけダメージ入るか。物だからわからんか。変わらないのか。こんなに。まあ、アンチ内の方向に移動するか。言えば、あの空中に浮いているボード、あれってあれに乗っててもボタンリロードボタンでリロードできてる、できるっぽいから、もしかしたら何なのかな、あれ、あのボートのダッシュのボタンをなんか
設定変えたりするようなところあんのかな。もし変えられるんだったら変えておきたいな、設定を。ダッシュボタンとリロードボタンが被ってるから、あのボードに乗ってる間リロードができないんだよな。あ、ラマ。よし。ラマ獲得しとくか。動かないラマ。ここはミニポでいいか。でかいのは持ってるし。ジャグジャグを。あんまいいアイテムなかったかな。どうしようかな。グレネードって弱体化されたあのグレネードじゃなくて昔のグレネードだから、普通に100ダメージ出るやつだよな、多分。なら、ダメージ100。なら持ってってもいいんじゃないのか。倒されたか。やべ、装備が貧弱だったな。でも最初にショットガン、ポンプショットガン当てるか、もしくはサブマシンガンでそのまま詰めてポンプショットガンを当てるかってことやればよかったのかな。ポンプショットガン、シャープトゥースショットガンと違って中距離とか離れた距離では多分ダメージ出ないよな、これ。だとしたらあんまりあれだな、ちょっと使いづらいな僕的には。デイリーはとりあえずこれで完了。まあ8時になってるけど、ランクマッチをちょこっとだけやっておくか。
ちょっと初動詞覚悟でオンデッドヒルズ降りてみるか。バトルバス即降りできるポイントを増やしておきたいからな。オンデッドヒルズあんまり人気がないのであれば、ボイルプレイヤーは少ないのかな。少ないんだったら割と準備がはかどるのかもしれない。スナイパー、ダイナマイト、しかしポンプショットは近距離ダメージだけか。おっと、シャープトゥースと違ってある程度離れててもダメージが入るとかがないんだったら、タクショ持ってった方がいいんじゃないのか。は、二連式ショットガン。二連式ショットガンあんまり僕当てられないから。どうだったろう。もう昔だったからな、昔。ショットガンとかさ、あんま得意じゃなかった。もう全然ショットガンとか当てられなかった時代とかに使ったショットガンだから、悪いイメージが残ってるのかもしれない。当時はショットガンが苦手でも、どれも使えてなかったからな。でもだからこそ使い方がな、まだ微妙かもしれない。どうやらあんまりプレイヤーには不人気スポットみたいだな。まあまだ一回降りただけだけど。1、2回、いや3回目ぐらいか。今日は2回目だけど、前に1回降りたことがあるから、それ合わせたら3回目ぐらいか。なかなかシールドを全開にはできないな。
なお前付き合いエリア僕一人だというのに、なかなか。シールド全開に時間がかかってしまった。どんな感じだろうな、これも多分近距離じゃないと火力出ないんだろうな。なるほど、2発バンバンって撃てるのか。このレイティクルの広さ、こういうでかいレイティクルの広いやつってマジで近距離じゃないとダメージが出ないやつ。ドラゴンブレスショットガンとか思い出すな。で、多分そうなんだろうな、かなり近づいて撃たないとダメージがあんま入らんのだろうな。分け目入るか。ん？くっそ。やっぱ狙ってやがるか。アイテムないかな。わ、くそ、追いかけてきてやがるか。ん？上か。くっそ、グラップラーが刺さらねえ。グラップラーの距離感がまだつかめてないな。
ここだとまたちょっとどこに降りようかなってのがないな。ここに降りるか。さっきのプレイヤーにも、一撃も入れられず倒されるとか、マジで畜生だったな。爆弾か。ポーションかと思った。リテロ、プレイヤーが
待ち構えてる要塞で。もうそこかしこの要塞が作られてやがる。ラーマだ。ラマ獲得。
でもそんなに、そんなでもないな。あれ、あ、上の方に出てたんだ。なるほど。ラマにしては弱いなと思ったら、そういうことか。めっちゃ不意打ち食らうところだった。爆笑だどり打ち分けるのか。ちくしょう、おはよう。どういうことだって。爆笑ロケラン自爆ぐらいの覚悟でロケラン打てば良かったのかな。いやでもダメージ足りてなかったよな。しょうがよ。しかも危うくスナイパーライフルで不意打ち食らうところだった。まあスナイパーライフルが外れても撃破されたら同じことなんだけど。今日はサミー調子も悪いからあんまりこれぐらいでやめておこうかな。
ブッシュがある。
こんなに敵と合わず銃を撃たないと銃の撃ち方を忘れてしまうよ。団地の中央を目指せばいいのか。でもな、回復持ってると強いからな。行こうか。一応安全を見て霊竜が開いちゃった。やっぱローガラ、まあ戦えてたっぽい動きはできてたけど、やっぱ今日はちょっと調子が悪いのかもな。
調子が悪いのかもなっていうか、まあ調子は悪いんだけどな。これぐらいにしておくか。くそ、ランカだ、一人を倒せてねえからあれだけど、まあでも調子の悪いところ、調子の悪い時に頑張っても倒されるだけだからな。まあ具体的には畑を割れたな。たまに僕肩が凝るような感じになるんだけど、左肩が少し凝るかなぐらいの、その程度のものなんだけど、こういう時はどうにもやっぱ集中力っていうのが、無意識的にそこに意識を奪われちゃって、いまいちエイムの精度も、テンポ感も、素早くあエイムを合わせて相手に攻撃、射撃を当てるとか、そこら辺もなんか微妙になるんだよな。そして今日は寒くて、でも冷えてるし、は、いろいろよろしくないから、これぐらいで終了しておこうかな。まあでもページの報酬は獲得しておこうかな。ダークストーム、レネゲード、リンクス、ロード画面、ハートムのレネゲード、エモートアイコン、ゼイフェアラースタイル、ダークストーム、レイダース、ウェイフェアラーかな。100 V バックス、ドーズダブ、エモート、スクラッチマーク、シュレッダー、スタイル、ダークストーム、スクラッチマーク、シュレッダー、まあこれもレネゲードリンクスのスタイルの、ダークストーム、レネゲードリンクス、ダークストームのやつってことだな。レネゲードストリーム、スプレー獲得、はい、ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。まったく、あ、畜生だったからこの栄養素だかな。どうなのかな、まあ言い訳っぽいけど、まあ事実だしな。手が冷えて肩が痛いときは、痛くはないんだけど、凝るときはまあそれに相応の戦績になるって感じが。あ、畜生だったな。お疲れ様です。